はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。さあ本日やってきているのはここです。旅の始まりの東京駅。前回日本全国しりとりの旅というのを7日間、行ったんですけれども、ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、今日本日ここから日本全国を使った壮大な企画をやっていきたいなと思うんですけれども、僕ね一つ気づいたことがありまして、これが僕のツイッターのアカウントで現状フォロワーがですね1万8000人ぐらいいるんですけれども、まあ、もちろん僕のアカウントなんでフォロワーさんは鉄道好きな方が多いんですけれども、これ結構ねこのアカウント名の中に駅の名前だったりとか路線名を組み込んでいる、アットマーク何々線とかアットマーク何々駅みたいな、そういったアカウント名をしている方がね結構多いんですよ。これはちょっとね旅の題材に使えるぞということで、今回はですねツイッターでリプをくれたアカウントの駅名もしくは路線名に行きまくる旅というのをねしていきたいと思います。これルールは至ってシンプルです。前回のしりとりの旅と同様に、僕が旅の前日に何でもいいんで適当にツイートをします。皆さんの好きな駅は何ですか、皆さんの好きな路線は何ですかとか適当にツイートをします。でそのツイートを翌日見て、上から見てってアカウント名に駅の名前もしくは路線名が含まれていた場合、そこの路線もしくは駅にその日のうちに直行すると、そういった企画になっております。ほら意外とねこういう風に見ていただくと、例えばほらこれ名鉄推しさんとか、それからほら海老名だったりとか、あとはねこう京急だったりとか、あと武蔵野だったりとか西鉄物、ほらこうねこういう路線名とかをアカウント名にこう組み込んでる方って結構多いんですよ。いくつかね縛りを設けたいと思います。で縛り1、これは当日の交通費以外の食費宿泊費の予算は8000円、この8000円のみにしたいと思います。なのでこの8000円をうまくやりくりして、その日の観光だったりとか食事それから宿泊を済ませないといけません。もちろんこれが尽きてしまったら僕は野宿ということになってしまいます。さあでは難しい話は抜きにしてですね、実は昨日の時点でもうツイートしてあります。1発目、好きな駅をリプランにて1つ教えてくださいと。561件。じゃあちょっと上からこう見ていく感じにしましょうかね。ロマンスカー大好きさん、一応なんですけれども、このツイッターのアカウント名っていうのはこういう今僕が親指で指さしているこの白い部分ですね、ここ、これがアカウント名なので、こう下に書いてある駅とかは一旦含まず、この左側の画像も含まずといった形になります。おーやべー緊張する、ちょっと待って。でも意外とねこのアカウント名に路線名を含んでいる方よりかは、ヘッダー画像とかをこう鉄道写真にしている方はもうわんさかいるんですけれども、さあ湯の城さん、赤い羽さん、アンソニーさん、3438。おお、これはちょっと列車名かすってますけど、今回列車名は含めませんからね、駅か路線名なので、西本正和さん、シカルンさん、ハヤトさん、お好み鉄道さん、タカレールさん、阿蘇の花さん、あっ、ん？待って、阿蘇駅ってあったっけ。これ僕がよく使う乗り換え Yahoo のアプリなんですけれども、ここに駅を入力して、もしヒットすればその駅に急行ということになります。阿蘇、ああ、あ、あ、え、ちょっと待って、何県。ああ。というわけで本日の行き先はこの阿蘇駅。これを引いて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 、いやー、いきなりっすか。阿蘇駅、本日の行き先は九州の熊本県だよね、熊本県の阿蘇駅に決定しました。言うてもね、東京から九州の鉄道移動であれば、鉄道オタクからしたらもうほんとご褒美みたいなもんなんで、それは楽勝なんですけれども、ただ阿蘇駅に着いた後、その阿蘇の観光をして、その観光も全部含めて8000円っていうことなんで、むしろねそっちの方がきついんじゃないかな。ちょっとね出発が遅すぎた分、多分阿蘇とか九州の方に着くの夕方とか夜とかになっちゃうんで、ちょっとなるはやで新幹線に乗りたいんですけども、これ初っ端羽田から飛行機に乗っちゃってもいいんですけども、まあ、でもせっかく東京駅があるんで、東海道新幹線ののぞみ号が出てます。現在の時刻が11時11分なので、あ、今行ったばっかりだ。1本で博多まで行くロングランのぞみ号っていうのもありまして、これが11時30分。うん、すげえ、これ5時間ですよ。ぴったり5時間の乗車ですけども、博多到着で日が暮れちまう。というわけでとりあえずこのねのぞみ29号に乗って博多を目指します。ちょっともう時間もそろそろなんで、切符を買わないと。来た、いや、すげえすげえ、東京都内から阿蘇って僕多分人生で初めて、あまりにも長すぎるんで、これ1週間もね乗車券使えるんですけれども、ちょっと今日いきなり1日で使うのもったいないぐらいだな。
あの5時間のロングランなんで、多分のぞみ号ね車内販売でお弁当とか売ってないんで、この東京駅で弁当とりあえずお昼ご飯とか買っとかないと、もうとんでもなく空腹で悲惨な目に遭うので、これはねちょっとどっかで買わないといけないんですけども。いやでも待って、これ所持金8000円でしょ。だから駅弁買ったら1日の全所持金のうちの 15% から 20% ぐらい消えるっていうことになるんで、ちょっと駅弁はやめてね、ちょっと別のもの買って節約したいなと思います。あとお水もありますかね。はい、さあやってきました、11時30分発の博多行きののぞみ号。ちょっと僕ね、けしって今日自由席買ったんですけど、結構人いんな。あ、でも乗れなくはないか。これコロナで新幹線が減便していた頃はもう自由席なんかのぞみ号もガラガラで乗車できたんですけども、もうその時と比較なんかしちゃダメですね。すごい人だ、すごいな、ロングランだ。停車駅見ても相当絞られてます。これでは11時30分発旅の始まり、博多に向け5時間の超長旅のスタートです。東京モノレールで羽田空港に行ってしまえば、そこからだいたい1時間足らずで到達することができますが、今回はその5倍の所要時間をかけて東海道山陽新幹線で博多方面へ向かいます。アナウンスでもあった通り、新大阪から先、山陽新幹線内も停車駅が相当絞られております。東京出発して品川、新横浜あたりまでは長距離走でいうアップの区間ですからね、新幹線はまだまだ本気を出しません。その力を内に秘めつつ、高速走行の前、嵐の前の静けさといった感じでしょうか。さあそしてここで線路が奥の方に分岐、奥の方には東海道新幹線の大きな大きな車両基地がありますね。まあ、こんな感じで車両基地から出てきた新幹線は線路の関係上、あの品川の方に行くには東京で折り返さないといけないので、なので東海道新幹線って意外とこの今到着した品川始発の新幹線ってもうほとんどないんですよね。おそらく早朝朝6時ちょうどに出発するのぞみ79号のみがこの品川始発として設定をされているみたいです。さあそして今正面の電光掲示、赤色の文字が点滅していましたが、こののぞみ号が品川を出発するタイミングでもうすぐ後ろを走る光641号の接近放送がかかっているわけなんです。次の停車駅は新横浜駅ですが、この列車の前、すぐ前を小玉号が走行しております。小玉号は各駅に止まるタイプなので、のぞみ号はどこかで小玉号、それから光号を追い抜かすことになります。これ東京から博多まで、皆さん、あのこののぞみ号は一体小玉号と光号を何本抜くのか、これも予想しつつお楽しみいただければと思います。今回はしっかり博多まで、あのこの列車が抜く新幹線の本数というのを、ね、カウントしましたからね。奥の方には川崎の市街地あたりの景色が見えますね。ちょっと本日はあいにくの曇りですが、多摩川を渡って神奈川の方に入ってきました。そして武蔵小杉の手前あたりで横須賀線と並走、東海道新幹線はもうほとんどの区間でトップスピード285キロでぶっ飛ばしますが、その中でも数少ない減速ポイントですね、武蔵小杉駅を通過し、そして次は新横浜なんですが、なんか普通の在来線の駅でありそうなようなロータリーの光景が広がっております。これ本当に新横浜なのと思って駅名表を見ていただきますと、本当に新横浜なんです。これこの駅はとにかく駅の南北で格差の激しい駅になっておりますからね、南側の方はまだ開発が一部進んでない地域が残っているわけです。横浜を出発するとここから先は本気走り285キロ運転がかまされます。今回乗車しているのはのぞみ29号ということで、次通過する小田原駅の手前を、前を走っているのは小玉721号、一体どのタイミングで小玉号を抜くんでしょうかね。さあそしてあっという間に相模川を渡ります。相模線が下の方を走ってるんですけど見えませんでしたね。奥に通る高架線は圏央道、圏央自動車道も
以前までは八王子とかで止まっていたんですが、いつの間にこっちの方まで伸びてきたって感じですよね。あっという間に道路がつながりました。さあ、そして、ま、おお、ここで前を走行していた小玉号を抜き去ります。今抜いた小玉号、東京何時に出発していたのかというと11時27分ということで、こののぞみ号の3分前ということになります。まあ、これ裏を返せば3分差なのにもかかわらず、のぞみ号はこの小田原まで抜けなかったということになりますから、これはね、小玉号の性能がものすごくいいということをね、指し示しておりますね。のぞみ号に抜かれないように途中駅に着いたら速攻で加速をして、また減速。本当、東海道新幹線の縁の下の力持ちです。さあ、そして熱海駅を通過してますが、熱海駅もかなりカーブになっているので、この新幹線は185キロまで減速をします。最高速度マイナス100キロくらい。そしてここから一発目、こういう風にトンネルに入るんですが、このトンネルを抜けて2番目に入るトンネルがかの有名な丹那トンネル。まあ、この東海道新幹線の場合は新丹那トンネルと呼びますが、昔は御殿場線の方、御殿場経由でこの熱海から沼津方面を結んでいましたんで、この新丹那トンネルが開業してかなり便利になりました。もうあっという間に三島、新富士、静岡、西方面へ抜けていきます。今もう一瞬で三島駅を通過したんですけれども、三島駅は東海道新幹線の中では多分珍しい島式のホームになっているので、こっち左側の車窓からだとあのホームを見ることができないわけですね。横、三島の車両基地、ここ1本高架線が飛び出ているんですが、これはその形からミサイルの発射台なんかとも呼ばれております。ここら辺まで来ると静岡県らしいあの茶畑の景色が時折車窓に見えるようになってきます。さあ、そしてここら辺なんですが、あ、いたいたいた、このオレンジ色の懐かしいカラーの電車、これ学南電車で、ちょうど学南江能駅、学南電車の終点の駅が東海道新幹線の高架線の下にあります。もともと京王井の頭線なんかで走っていた電車を譲り受けて今走らせているみたいですね。さあ、そして静岡県富士市吉原、この地域は工業地帯としても有名です。さっきの学南電車では夜景列車って言って、あの夜の夜景を楽しむための列車なんかも運転をされておりますね。日本三大急流の一つとしても数えられている富士川を渡ります。甲府とそれから静岡県富士市を結ぶ身延線を走る特急ワイドビュー富士川号なんかもこの富士川が由来していますね。のぞみ号の因縁のお相手、静岡駅をここで通過。お、静岡駅だと小玉号は抜かないみたいですね。反対側の対比線の方には列車が入っておりません。さあ、そして皆さん来ましたよ。この静岡を通過して安倍川を渡るんですが、この区間40秒くらい東海道新幹線の中で唯一左側から富士山を望むことができる、通称幸せの左富士というスポットなんですが、これ天気がいいとこの左側から富士山を見渡すことができるんですが、うわー、今回も少し曇ってしまっております。前回のしりとりの旅でも東京から京都まで移動してこれを見たんですけれども、前回も富士山は見えなかったということで2勝2敗。ぜひ皆さんも東海道新幹線乗る際はこの左富士チャレンジしてもらいまして、もし見えた暁にはぜひね、ツイッターとメンションしていただけるとね、嬉しいですね。さあ、そしてトンネル内を走行中ですが、皮肉にもこの東海道新幹線は静岡空港の真下をこんな感じで貫いているわけですね。さあ、そして静岡県内はだいぶ空が曇ってきましたけれども、まあ、それもそのはずで、ここから博多までの大移動ということで、雲が動く速さよりもはるかに速いスピードでこの区間駆け抜けますので、天気の移り変わりについても注目です。ちなみに雲は台風の時とかだと時速100キロぐらい出るみたいですね。お、そして前の列車はここで追い抜きました。通過しているのは掛川駅ですね。小玉号はこれで2本目の追い抜きです。さあ、そしてここで長方形っぽくなっている島のところを通過するわけなんですが、これが弁天島。こんな感じで浜名湖のところに作られた人工の島なんですけれども、これ在来線の弁天島駅が今見えましたけれども、ホームがね、島式のホームなんですけれども、めちゃくちゃ広くて、これ日本一在来線の駅の中で広いのではないかと言われているのがさっきの弁天島駅ですね。
掛川で1本抜きましたけれども、次抜くやつはというと光号と小玉号が前を走っています。まあ、ただ小玉号に関してももう東京出発する小玉号ほとんどが名古屋行きになっていますので、多分小玉号の方は名古屋に先に到着をしてしまうのかもしれませんね。出ました、これただいま三河安城駅を通過の文字。これ東海道新幹線ののぞみ号に乗っていると必ず表示されますよね。名古屋駅の一駅手前の駅なので、まあ、名古屋で降りるお客さんが多いので一駅手前でアナウンスをしているんでしょう。さあ減速をして間もなく名古屋、看板も見えてきました。ここら辺は思いっきり再開発が行われておりますが、青波線でいうと笹島ライブ駅という駅がもうすぐ正面の方に見えていますが、ここら辺はかつて超巨大な貨物ターミナル笹島駅というのが存在をしていて、でその広大な敷地を再開発してできたのが笹島ライブということになりますからね、かなり大規模な開発が成し遂げられております。さあそして名古屋駅、こちら側は西口なんですが、ものすごい大規模な工事が行われております。これはおそらくなんですけれどもリニア中央新幹線の工事ですかね。名古屋駅の場合だとこれ地下に線路、それから駅の設備を掘るということで、ここから一旦地下の方まで掘って地下にホームが建設されてまた埋め戻される、こういうのを開削工法っていうんですけれども、そういった方式のもとリニアの新幹線の駅が掘られているみたいですね。やっぱり前を走る小玉号はさっきの名古屋が終点だったみたいで、次は岐阜羽島を通過するんですが、その前にこの光509号が走行しております。一体どのタイミングで抜くことになるのでしょうか。列車は現在岐阜県の大垣駅付近を通過。昔は大垣夜行ムーンライト長良号といって、東京から大垣までだいたい7時間ぐらいかけて一晩中走行してやってくる夜行列車なんかもありました。それに比べるとこの大垣付近通過まで東京からのぞみ号だともう2時間かかっていませんからね、鉄道技術の進歩というのはすごいなとつくづく感じさせられます。1600年の関ヶ原の戦いで有名なこの関ヶ原地域を抜けますと列車は滋賀県の方に入ってきます。お、ちょうど今下の方から見えた路線、これが北陸本線ですね。もともとは新潟県直江津の方まで続いていた直江津米原間の路線ですが、現在では金沢米原間、いや北陸新幹線が開業したらこの北陸本線の区間もさらに縮小されてしまうことになるのでしょう。さあそして名古屋からの地図をご覧いただきますと、名古屋を出発して大きく北に迂回して東海道新幹線が通されているのがよくわかります。そう、これもともとはこの鈴鹿山脈のあたり、この山あいをまっすぐ、まあ、つまりは京都と名古屋を直線上に結ぶはずだったんですが、まあ、それが技術的にトンネルを掘ることがかなり困難ということが分かり、現在の関ヶ原経由のルートが取られたと言われているんです。さあ京都を出発ですけれども、進行方向を向かって左側には、お、立派なあれは五重塔ぐらいあるのでしょうか。世界遺産にも指定されている東寺京五国寺を見ることができます。さあそして奥の方をご覧ください。今新大阪に到着したところなんですが、これあの赤い色の種別マークをつけた列車が出発をしていきます。そう、あれこの列車の前を走る光509号なわけなんです。こちらの列車がこの新大阪に14時ちょうどに到着で、光号の方が13時59分出発ということで1分差、東京の出発時刻はだいたい30分ぐらい差がありますが、もうその差をほとんど縮めにかかってきております。お、さあそして今では珍しくなった、まあ、ブルートレインというわけではないんですが、12系の青い色を身にまとった昔ながらの客車。そして東海道本線の方はというと、ここから大きく南側にそれ、そして新幹線の方は北側、この神戸の六甲山を長大トンネルによって無事抜いております。この新大阪から新神戸の間っていうのはもうほとんどトンネルの区間ですよね。最初くらいしか車窓を見ることできませんが、今通っている六甲トンネルは16キロくらいにもわたる長大トンネルになっておりまして、トンネルを抜けると速攻でこの新神戸駅に到着。もともとこの阪神の区間も東海道本線の沿線というのはもう市街地化していたので、奥に見えますね、あれ。そうなので新幹線を後から通すことがなかなかに不可能だったらしく、こっちのトンネルをぶち抜くルートが採用されました。おお、茶色いチョコレート色の阪神の電車なんかも走行中です。
兵庫県内の山陽新幹線の駅といえば新神戸、西明石、姫路、相生とこの4つあたりなんですが、この4つってめちゃくちゃ近い距離で並んでいるんです。平均の駅間距離はこれ約21キロと、これどれくらいかっていうと東北新幹線の上野から大宮の駅間、それよりも短い駅間距離がずっと立て続けに続くような感じ。これは一体なぜかというと、昔この山陽新幹線でなんとね、夜行新幹線の計画というのが浮上していたわけなんです。まあ、つまりはここから東京から博多方面まで夜通し走る新幹線を運行しようとして、その新幹線の対比行き違いの設備を設ける関係で、この兵庫県内には立て続けに駅が設置をされているわけなんです。まあ、新幹線も夜の間は保線作業といって線路の整備が行われます。片方でそれを行ってしまうと、もう片方を単線みたいな感じで列車を行き違いさせる必要がありますので、駅がたくさん必要だったんでしょう。姫路駅のホームご覧いただきますと、こんな感じで東京方面は1線なんですが、下りの博多方面に関しては2線線路が設けられているのがわかります。これも当時の夜行新幹線計画が大きく関係していると言われているんです。おお、そしてたくさんの機関車が停車中なんですが、この丘のど真ん中で止まっている機関車があるんですね。しかも機関車が2台ついている10連。お、そして車両基地が見えましたけれども、黄色とそれから湘南色の電車がたくさん。この地域は国鉄岡山と呼ばれていて、国鉄車両が未だに現役で活躍をしております。さあ、そして奥の方には白いうつ伏せダンゴムシ岡山ドームも見えてきました。そしてさっき新大阪を同時に出発した光号なんですが、多分このさっき出発した岡山の手前、相生、それから姫路あたりでおそらく追い抜いたものかと思われます。前には走行する新幹線はほとんどいなくなりましたので、のぞみ29号も軽快な足取りで博多を目指していきます。東海道新幹線の区間は最高285キロでしたが、山陽新幹線内に入ると最高速度は300キロまで引き上がります。300キロ手前くらいで途中駅をすっ飛ばし、次の停車駅は広島です。広島県第二の都市と呼ばれている今まさに福山駅付近を通過。福山はまた瀬戸内海から少し離れて内陸側を走りますので、この辺りからだと瀬戸内海海の景色は見えず、途中厳島とかあとは三原付近で海の近くは走行するんですが、まあ、ただ基本的には市街地を避けているんで山あいの中を走行。お、そしてこれは山陽新幹線でしか見ることができない光レールスター小玉号を三原で追い抜きました。これで追い抜きは4本目ということになります。でも東京出発してまだ4本しか追い抜いていないと考えると、意外と僕が予想していたよりかは追い抜きの本数は少ないかなと、そういった印象です。さあ、そしてたらこ色の機動車がお出迎えをしてくれました。まもなく広島駅に到着ですが、広島はねこの赤い扉が特徴的な新型の車両がたくさん停車をしておりましたね。この広島もかつては国鉄広島と呼ばれていたんですが、数年前のダイヤ改正で新型車両が導入されて国鉄車両は一気に消え失せることになりましたね。マツダのスタジアムがさっきの岡山と同様、割とその路線のすぐ近くに設けられているんですね。広島カープぐらいは、僕もあんまり野球見ませんが名前ぐらいは把握をしております。どうもしまいます、ご注意ください。広島の原爆ドームなんかはこの川をずっと南側に沿っていった映像正面の方に存在をしております。ちょっと時間があればまた寄ってみたかったんですがね。まだ揺れますので気をつけてください。わかりました。ありがとうございます。もうさすがに5時間も座席に乗ってるとね、この東海道新幹線の揺れが心地よくて子守歌代わりになってくるわけですね。ちょっとカフェインを摂取して眠気を覚まそうと思いますけれども、これ体感的になのか分かりませんけれども、新大阪を出発して山陽新幹線の区間に入った方がなんか揺れがこう激しくなったような気がするんですね。まあ最高速度が出ているからしょうがないというのもあるんですが、おお、そしてさっき見たあの吉原付近で見た工業地帯と同じような光景が広がっているわけなんですが、列車は山口県に入ってここ徳山駅付近を走行しております。この九田山市だったりとか、あとは周南市、山口県のこの地域っていうのは重化学工業地帯として知られておりますね。
今まさに徳山駅を通過なんですが、この駅もさっきの熱海駅と同じくかなりねカーブの半径がきつくなっているんで、全列車が200キロ以下、まあ100キロ台にまで減速を行って通過をしていきます。この博多行きののぞみ号、僕の予想だと名古屋と新大阪で降りる方がかなり多い、そういう風に踏んでいたんですが、博多行きの場合だとこれがそこまで新大阪とか名古屋での下車数ってのは多くないみたいで、やっぱりこのさっき停車をした広島、それから山口、ここら辺の利用者がね多いみたいで、ごっそりとここら辺でお客さんが下車をしていきましたね。だいぶ自己主張の強い新山口駅、公衆電話のマークなんかもありますけれども、もうその肝心の受話器、設備自体は撤去されているみたいです。この新山口を出発すると途中新下関駅は通過、本州と九州を結ぶ海底トンネル新関門トンネルを通っていよいよ九州地方へと入っていきます。この新関門トンネルは全長でいうと18,000メートルだいたいあるんですが、そのうちの海底区間は880メートルということで、実際の海底トンネルの区間はというとだいたい1キロにも満たないくらいなので、かなり距離は短くなっております。トンネルを抜けるとそこは北九州小倉の街並みが見えてきます。こっちの山陽新幹線の方は東海道よりも最高時速が速く設定されているわけなんですが、まあ、これ東海道新幹線の方は割と昔から1960年代くらいからある新幹線ということで、まだ高速走行をする部分でもあのバラスト軌道のところが多いんですね。つまりは線路の横にこんな感じで砂利がたくさん敷いてある軌道が多く、まあ、ただ山陽新幹線の方は東海道よりかは新しいので高速走行できる部分はもう大体がスラブ軌道といってバラストが敷かれていないコンクリートのようなもので線路を支えるような形になっておりますので、本当にスピードが出しやすい、かつカーブが少ないので300キロ運転が実現できているということになります。眼下には日田彦山線、それから鹿児島本線の線路が見えますが、この駅もほらホームが相当長いわけですね。九州新幹線が今みたいに開業する前、東京の方から毎晩こちら九州地方の方に長距離長い編成を連ねたブルートレインが運転をされておりました。一番最後まで運転をしていたのだと確か2008年2009年あたりに廃止された東京熊本を結ぶ寝台特急はやぶさ、それから大分まで行く寝台特急富士、これが廃止されたことによって九州東京を結ぶブルートレインは全て廃止となってしまいました。長大ホームはその当時の名残なのでしょう。さあ5時間のロングランを終え、ようやく博多に到着です。いやー着いた、はるばる5時間かけて到着をいたしました。九州の大都市博多駅です。ちょうどぴったり到着したのが16時30分ということだったので、11時30分に出発してからちょうど5時間での到着だったんですけれども、思った以上にそんなに長く感じなかったっていうのがね率直な感想。毎日毎日こんな東京博多とか往復してんだから、もう一体君は地球何周分走ってるんだって話ですよね。この子もそして追いかけるかのようにやってきました、光レールスター。昔は新幹線光号として使用されていた、現在では小玉号として使用されているんですが、ここから博多南の方、この車庫の方までまた改装させていくんですけども、その際にこの改装列車の運用を兼ねるような形で向こうの博多南駅まではあの旅客扱いを行うんですね。これが通称博多南線。在来線特急料金、特定特急料金の大体200円ぐらいを支払えば新幹線に乗れるというね、鉄オタにとってはまさに最高な区間なわけなんですね。おー、いいっすね、この銀河鉄道999の出発メロディー、これは関東じゃなかなか聞けないですからね。さあここからですね、次乗車する列車はこちらです。15番線、さっきののぞみ号が到着したホームなんですが、桜559号ということで鹿児島中央まで行く九州新幹線が伸びています。これに乗ってですね、多分熊本まで行って、で熊本からさらに在来線に乗り換えるような感じだと思うんですけれども、自由席は結構人がいるみたいですね、平日なんですけれども。西九州新幹線が開業を控えるこの九州地方、また今年の秋に結構動きがありそうですけれども、桜号鹿児島中央行きです。さっき乗ってきたのぞみ号が
プレーンヨーグルトだとしたらこっちはブルーベリーヨーグルトみたいな色をしてますね。このちょっと青みがかった色もね、かっこいいんですよね。この桜号はさっき乗ってきたのぞみ号の後ろをずっと新大阪から追いかけて来ていたみたいですが、ここで追いつきまして鹿児島中央行きの新幹線に乗車です。これはもう11時12時台ぐらいに東京を出発してきたのぞみ号が続々と博多に到着をしております。さあ、そして東京から博多までのぞみ号に乗ってきた際、前の列車を追い抜いた回数というのは合計5回という計算になりました。小田原、掛川、それから姫路、三原、そして新下関でも1本小玉号を抜いているので5本。皆さんの予想は当たりましたでしょうか。皆さん、さっきの N700 系と比較してどうでしょう。この JR 九州を走行する新幹線は少しこうおしゃれなデザインになっているような気がしますね。列車は8両で運行。日本の有名なデザイナー水戸岡鋭治さんのデザイン、通称水戸岡デザインというんですが、そのデザインが前面に JR 九州の新幹線、それから特急列車には反映をされておりますので、なかなかに JR 九州を走る車両っていうのは内装もそれから外装もおしゃれですよね。あ、さあ、そしてたくさんの線路、そして新幹線の車両基地が見えてきました。博多の車両基地、そして今下の方に屋根が見えましたが、あれが博多南駅ですね。ちょうどこの車庫に行く回送線を旅客化したということで、この博多南から博多までだったら特急券は特定料金で100円ということで、めちゃくちゃ安く新幹線に乗車できます。そしてね、ここからご覧いただきたいのが、この車両基地を通過してからもう一気にスピード、それから車窓の移り変わりがものすごくなります。車両基地を通過すると一気に最高速度260キロ近くまで上がり、そしてさっき民家とかたくさん見えていたんですが、ここから先も森の中、そしてトンネルに入り、ここからは山岳地帯をトンネルでぶち抜くような形になります。さあ、そしてまず一つ目の停車駅は新鳥栖駅。ご覧ください、この線路のところ、先ほど解説しましたが、これがおそらくスラブ軌道というやつで、あのバラスト、在来線のように砂利が敷かれておらず、こういうふうにコンクリートのようなもので線路が補強されている。これだったらあの新幹線もスピードを落とすことなく高速走行しやすいといったわけなんですね。そして到着した新鳥栖駅なんですが、これはおそらく2面4線の構造になっていて、奥の方の電光掲示には何も表示されておりません。ここから開業することになる西九州新幹線の長崎方面のルートがこの新鳥栖から分岐をする、そういった想定になっているわけなんです。なのでこれは推測なんですが、進行方向右側の方に少し用地が確保されています。ものすごい長い鍋蓋みたいなやつが用意されてますが、まあおそらくここから武雄温泉長崎の方まで線路が伸ばされることになった場合は、ここに線路を敷設して、でちょっとボコッとなっているコンクリートの部分から高架線をさらに延伸させて武雄温泉の方、まあ、長崎方面に線路を伸ばすことになるのでしょう。これは最初来るときびっくりするんですけれども、さっきの新鳥栖を出発して、で次に放送がかかるタイミングでもうね、間もなく久留米ですのアナウンスがかかるわけなんですよ。あっという間に久留米に到着。この新鳥栖から久留米の間というのはだいたい東海道新幹線でいうと東京から品川間と同じくらいということで、相当駅間が短く設定されているわけなんです。さっきの新鳥栖は分岐を見越した構造なのか、2面4線の比較的大きい駅でしたが、そこから久留米、それから筑後船小屋あたりは2面2線の通過線なんかも存在をしていないこじんまりとした新幹線駅になっております。座席も赤とそれから青っぽい色が用いられていて相当おしゃれなんですよね。東海道新幹線は青で統一、スタイリッシュ、無駄がない、そんな感じですが、九州新幹線は少し遊び心を取り入れたような、そんな感じがしますね。って書いて、これ仙台って読むんですよね。全くあの宮城県のあの仙台県庁
所所在地仙台と同じということで、将来何も知らない方からすれば放送聞いてびっくりしてしまいますが、到着したはいいんですけれども、もう時間がないんですよ。次31分発の乗らないといけないので、もうねあと10分切ってるんですよ。これに乗れれば阿蘇駅に19時、でもこんだけ必死に乗り継いで19時7分ですよ、到着時間。切符が出ます。JR 九州の車両、顔面って本当に面白いデザインですけども、今回の旅、在来線一発目ですかね。今度乗車するのは豊肥本線、肥後大津行きということで、まあ、可愛らしい、このちょっとね、ほてった感じの照れたような顔が特徴的なんですが、豊肥本線、ちょっと待って、めちゃくちゃ混んでる、何これ。いや待って、やばいなこれ。ちょっと途中まで多分撮影どころじゃなくなると思うんですけれども、これ多分ね、今日平日の17時半、学校終わりの時間帯ということで、学生さんが、え、ちょっと待って、これ乗れんの。でもこれ見てみたら意外と10分に1本間隔ぐらいで運転されてるんですね。意外とこういう路線って1時間に1本とかかと思ったんですけれども、これだったらなんか1本逃しても別にいいような感じしますね。ちょっと2両少なすぎない？すごいなこれ、右も左ももう人がパンパンではみ出しそうになってますけども、八代行きの方がやばいな。多分こっちの電車とかももう乗り切れないから次の電車を待ってるんでしょうかね。皆さんちょっと混んでるんですけれども、一旦乗ります。もうラッシュの時間丸かぶりということで、もうこのドアの端っこの位置から移動することはできず、本当にスマホをかろうじて取り出せるか、それぐらいの乗車率、混雑率で途中駅の方まで進んでいきます。ここら辺は豊肥本線の中でも電気が通っている区間ということになります。やばいやばい、ちょっとね、途中の三里駅というところに到着してるんですけども、ここで上りの熊本方面行きの列車と行き違いがあるんですが、まあ、ただもう人でもうびっくりですよ。この2両編成パンパンに人が詰め込んで、もう撮影どころじゃなかったんですけどね。すごいな、こっちの豊肥本線はこんなに混むんですね。今すれ違った赤色の列車は豊肥本線の中でも貴重な特急列車です。これ九州横断特急と言います。名前からしてめちゃくちゃにかっこいいんですけれども、この豊肥本線は特急列車でいうと、この九州横断特急、それから特急阿蘇臨時列車で観光列車の阿蘇防衛号が運転されている以外は特に優等列車は運転されていませんので、1日に2往復とかそれぐらい特急列車の運行間隔が少なくなっているわけなんです。さあ熊本駅を出発してしばらく経ちましたけれども、僕の立っているポジションは変わらず、車内は相変わらずの混雑率を誇っております。この列車は途中駅の肥後大津行きということで、こんな感じで少し栄えた街並みが見えてきたと思ったら、間もなく肥後大津駅、ちょっとここからは見えないんですが、この奥の方に行きますと熊本空港、実は空港も存在をしております。ちょっと駅からは離れているのでバスなんかを利用する必要がありますが、たまにねここ車窓を見ていると飛び立つ飛行機なんかを見ることができます。さあそして、お、宮地行きの文字が見えましたけれども、終点の肥後大津駅に到着。これ一見すると電車っぽいんですけれども、ここにローマ字が表記されております、ディーゼルカー。そしてこの肥後大津駅ね、下車するお客さんの数がものすごいんです。いや、やばいやばい、この肥後大津で下車する方の数っていうのがねものすごいみたいで、ほら、そしてこのねホームに響き渡る音、いいですね。この肥後大津駅から豊肥本線は非電化区間になるので、ここからはこのパンタグラフがないディーゼルカーが運用担当するということになります。次乗車するのは18時17分発、あと6分で出発ですが、途中宮地行きのワンマン列車で、この肥後大津駅、あの熊本を出発してから多分ね一番栄えてる駅だと思うんですけれども、ほら向こうの方にもこんな感じでイオンがありますし、あっちにはほらルートインがあるってことはね、そこそこ栄えているってことだと思うんですけれども、これね阿蘇熊本空港駅という副駅名、まあ、あだ名、人間でいうあだ名みたいなやつが設けられていて、こうして見ていただくと確かにこの肥後大津駅ってちょっとピントが合わないな。阿蘇熊本空港から結構近い位置にあるんですよ。なのでその熊本の方から
肥後津まで来て、で肥後津からさらにこの阿蘇熊本空港までこんな感じで連絡線を通して、ここをね空港アクセス路線にしてやろうという、そういったね計画もどうやらあるみたいなんです。福駅名がちゃんとここに記載されてます。肥後大津駅、開業は1914年ということで大正3年、もうかれこれ100年以上の歴史を持っております。遊び心のある駅名標と、それから JR 九州らしいしっかりとあの頭に枕のようなヘッドレストがついたクロスシートがお出迎えをしてくれます。乗ってきた電車はここから再びワンマン列車熊本行きとなりまして折り返し運転。さあそしてこの肥後大津駅からは非電化区間へと突入です。もう夕焼けの日暮れの時間帯、空もオレンジ色に染まっておりますが、これ河川とそれから河川柱をご覧ください。はい、ここで河川が途絶えてしまいました。ここから先は電車の乗り入れることができない区間。この豊肥本線は肥後大津駅を出発すると雄大な緑豊かな車窓が眼下に広がります。もうこれも非電化なので河川はなく、かなり見渡しの良い光景。線路だけが2つピカピカと光っておりまして、その他は見渡す限り一面の緑。到着したのはこちら瀬田駅なんですが、向こうの方をご覧ください。この列車よりももっともっと長いホーム、そしてその上には草が生い茂っていて、もうホームかどうか確認するのも危うくなるレベルです。向こうの方には信号機、この駅もあの本当は2面3線の線路がもう1本ぐらいあった駅なんですが、だいぶ設備が縮小されてしまっております。瀬田駅ではだいたい5、6分の停車。豊肥本線は全線で単線なので、今度熊本方面行きの列車との行き違いを行う必要があります。奥の方にはおそらく客車なんかに対応した低いホーム、さらに奥の方には石積みなんかも見えますが、もしかしたらあそこもかつてはホームとして使用されていたのかもしれません。線路は撤去されてしまっております。お、そしてこれね、豊肥本線で活躍をするキハ47、懐かしい機動車もまだ現役で活躍をしております。あれも国鉄車両ですね。さあ次の停車駅は立野駅なんですが、ここから豊肥本線は一気に車窓が面白くなってきます。この駅から正面に緑色の路線が伸びているんですが、これが南阿蘇鉄道という、これまた第三セクター路線なんです。そしてこれをご覧ください。ものすごく線路が鋭い刃物のようにとんがっているのがわかります。そう、この立野駅ではですね、2回、急勾配を越えるために2回スイッチバックを行い、そしてじゃあこの大きい阿蘇山を迂回するような形で豊肥本線の線路が敷かれております。外の景色を見ると、これ進行方向右側、この映像でいう左側ですが、かなりの高低差があるのがわかるかと思います。断崖絶壁のところに線路が通されておりまして、そして単線のはずの豊肥本線がここで線路が2本になっているのがわかるかと思います。ほら、こんな感じでですね、右側の方からも線路が合流をしまして、まずこの立野駅に到着。ちょっと後面展望でお届けしているので後ろからの映像になってしまいますが、今列車はゆっくりと立野駅のホームに入っていっております。大分方面、熊本方面、それぞれの信号機。先ほど出発してきた熊本駅の標高がだいたい6メートル前後なんですが、今到着したこの立野駅の標高はというと、なんと277メートルということで、しれっとここまで熊本から高低差は260メートル近くあるということになります。さあそしてあちらの看板、いやもう本当に復旧復興おめでとうございます。熊本地震が2016年にありまして、その影響でだいたい4年間、この豊肥本線の場合ですと先ほどの肥後大津駅からこの後本日の目的地阿蘇駅まで運転を見合わせていましたが、4年経った2020年に復活を果たしております。これはね本当に嬉しいことですね。さあそしてポイントを渡りまして、これまで進行してきた線路とはまた別、右側の線路の方を進んでいきます。これ2本の線路で高低差がかなりあるのお分かりいただけますでしょうか。昔はここも今みたいなディーゼルカーではなく蒸気機関車の時代もありましたから、その時は馬力が足りず急な坂は登れませんでした。なのでこのようにスイッチのような形で折り返すような形をとって勾配をゆっくりゆっくり
距離を稼ぎつつ登っていく、そういった方式が採用されたので、こういったスイッチバックが日本の各地に今でも残っています。まあ、とはいえスイッチバックは廃止された場所もかなりありますので、数を減らしているというのが事実。そして立野駅を出発するとまたこれ行き止まりになります。九州の豪華クルーズトレイン7つ星の表記もありましたが、進んだ先は車止めになっておりまして、線路はつながっておりません。これ進行方向が変わるたびに運転手さんも先頭車両の方に移動しないといけないので、相当忙しそうな感じでしたね。ここでもう一回進行方向が変わります。まあ、元の進行方向に戻ったというのが正しいんですが、ほらこうして見ていただいても進んできた線路との高低差がものすごいことになっております。先ほど出発した立野駅と、それからお次に止まるのは赤水駅なんですが、この2つの駅って距離にすると8キロしか離れていないのにもかかわらず、なんと高低差、標高差は190メートルも存在をしているんです。とんでもないことですね。しばらくまっすぐ進んできたんですが、このタイミングで大きく列車は左側の方にカーブ、阿蘇山の北側に入り組むような形で、迂回するような形で進んでいきます。そしてこちらご覧ください、衝撃的な光景が目に入ってきております。あれは崩れ落ちた崖の中に落ちている国道。この阿蘇の地域にはすぐ下、黒川という川が流れているんですが、そこを渡っていた国道325号線、これも熊本地震の影響により橋が落ちてしまい、ここから先南阿蘇村という市町村があるんですが、そことのアクセスを取ることができなくなり、一時はかなり不便を強いられてしまったようです。本来であれば進行方向右側の方に雄大な阿蘇山を見ることができるんですが、いや残念ながら本日阿蘇山はご機嫌斜めのようで、その姿を出してくれそうにはありません。しばらく走行すると途中赤水駅に到着。さっきの立野駅からは約8キロ、奥の方には真新しい駅舎がこのように鎮座しておりますが、ここ熊本地震の前まではこんな感じでレトロな駅舎がひっそりと佇んでいたんですが、熊本地震により駅舎は被災、この駅舎も解体され、現在では少し新しいこの仮の小屋のような駅舎が用いられているみたいです。そしてまた途中駅で列車の行き違いなんですが、おいおいおい、どういうことこれ。正面ご覧いただきますと、ハウステンボスのこのローマ字が描かれております。皆さんご存知の通り、ハウステンボスは長崎県の観光地なわけなんですが、一体なんでこのハウステンボスと描かれた列車が熊本県を走っているのか疑問に思ったんですが、実はこの列車はもともとこのキハ200系、長崎県の方で活躍をしていた車両で、それがいろいろな事情があって今度熊本の方にやってきて、でそのままハウステンボスカラーの塗装のままこの地を走っているみたいなんです。さあそしてこの付近の車窓、周囲の地形と比べると少し低くなっているところに線路が通されているんですが、これカルデラという地形で、阿蘇山が噴火するとき地中からマグマが吹き出してくることになります。そして地下にあったマグマが外に出てくることになるので、地下に空洞ができ、その上の地表の部分が少し下がるような形になるんです。それがカルデラ。カルデラの中を突っ切る鉄道は全国を探してみても相当珍しいみたいですよ。うわ、着いた。すごいすごいすごい、もう SL が走った後みたい。煙か雲なのか分からないよこれ。いや夏でね、日が出てる時間が長くて助かりましたけども、19時9分、無事1日目の目的地阿蘇駅に到着です。ということでこの阿蘇駅でね、まあ、ちょっと日が暮れないうちに観光したいんですけど、ちょっとね早速駅を出てみましょうか。これちょっとシックな感じで大人っぽい雰囲気が漂ってますけれども、九州の豪華団体寝台列車7つ星クルーズトレインもここに停車をするということで、多分それ用にこういう風な感じでちょっと駅名表なんかが黒に塗り替えられたのかもしれませんが、かなりね大人っぽい駅舎というかこの駅の形になっていますね。電化されていないので架線がね通っていない、電線が何もないので、この見晴らしのいいね駅がねまたたまらないんですよね。どうやらね駅はこれ
無人駅なのかな、人はいないようですけれども、なんかちょっとアメリカンな雰囲気漂ってますけども、最近多いですね。窓口も結構もう早い時間帯に閉まって、2時間前ぐらいまではやってたみたいですが、ちょっとね、本日はこの阿蘇山がかなりご機嫌斜めなんですけれども、もうロケーションは最高ですよ。晴れた日にはもうこの阿蘇駅から阿蘇山が一望できるような多分感じだと思うんですけれども、おー、なかなかに味のあるお食事所がありますけども、ちょっとね今日はやってないみたい。この豊肥本線もね、ものすごいところを走っててですね、これね、カルデラ、火山が噴火して、で地下に空洞ができたところが陥没のような感じになって、地形が削られたところ、まあ、へっこんだところにこういう風にね豊肥本線が通っている、ちょうど阿蘇山をこう囲むような感じで走っているということで、ちょっとこれで阿蘇山が見えればね今日完璧だったんですけども、こう立派な黒色の駅舎、しかもこれ瓦屋根っぽいですね、ちょっと歴史を感じるような駅舎ですけれども、ここからは結構九州の各地へこう直通バスなんかも出ているようで、ここには営業所があります。ちょっと時間的に今日はバスの姿はもう見えないんですが、これ熊本県の阿蘇市には多分和牛のブランドなんですけれども、この赤牛ってのがあってね、これがどうやらめちゃくちゃ美味しいらしいんですよ。赤牛丼みたいなのがあるみたいで、それを食べたいなと思ってたんですけども、ちょっとねやばい、道の駅とかもほぼ閉まっちゃってるんですよね。情報コーナーとかもあるんですけども、あ、ちょっと待って、観光案内所あるかな、ちょっと行ってみましょうか。いやダメだ、これ情報コーナーも閉まっちゃってるわ。せっかく阿蘇来てそのまま帰るわけにはいかないんで、何かしら食べたいんですけども、なんかないかな。いやちょっと酒屋さんとかね、こういう駄菓子屋さんっぽいところだったらあるんですけども、あ、コインランドリー求めてないんだな今。飲食店ないかな、どっか、なんか居酒屋とかでもいいんですよね。公民館って書いてありますけども、これバッテンマークめっちゃ貼ってあるし、怖っ。てかこれ分かりますかね、ちょっとビデオカメラ越しで伝わるか分かんないんですけども、これね時刻が今19時31分めっちゃ明るい。何これ、東京の方とかだともうだいぶ暗い時間帯なんですけども、こっちすごい阿蘇ねまだね明るいんですよ。いやちょっとぐるっと歩いてきましたけどない、マジ、おちょっと待って、めっちゃ綺麗、なんだこれ、うわ、しかもこれ飛行機雲が、うわ夕暮れの時間帯、少しこう幻想的な景色、いやなんかもうこれ見るだけでもなんか今日の疲れが癒される感じするな、綺麗だな。こう駅前にはね温泉施設なんかもついているんで、まあ温泉、あれがね駅前温泉、あったあった、これ先に進むとね温泉みたいですね。ちょっと今日は時間ないから、あれ待ってよ、ラーメンって書いてあるぞ、ちょっと待って、うわーく、やってないんか、準備中だ。ここで秘宝なんですけれども、飲食店がね全く見つからないんですよ。しかもですよ、これじゃらんで今日の宿調べてるんですけれども、この阿蘇駅周辺にはね宿が全然ないんですよ。しかもあったとしても、あの今日の予算8000円でそのうちの今日2000円ぐらい使ってるんで、あと、まあ、高くても6000円ぐらいで納めないといけないと。そうなってくるとあんまり高い宿にも泊まれず、ここら辺ね全部駅から遠いんですよ。インターからこれ車で50分とか無理。なのでもうこの阿蘇駅周辺では泊まれないので、豊肥本線で一応目的地にはこう阿蘇に到着はできたので、熊本でどっかで安い宿を見つけて宿泊したいと思います。まあ、熊本の方で、まあ、なんとか、まあ、熊本名物を見つけてですね夜ご飯にしたいと思います。お、バス停にバスが、山彦号だって、なんか聞いたことあんな。今19時56分で、で次この36分が行ったばっかりなので、次は21時3分これ多分ね熊本に到着するのが多分22時過ぎるんじゃないかな、23時とかで。ねこれご覧いただきたいんですけれども、これ阿蘇駅入って、で駅の反対側のホームのところに何やらねこの木造のね長屋みたいなやつがあるんですけれども、あれ実はねレストラン火星といってですね、ほらホームからこういう風な感じで入れるわけですね。合計でね5箇所ぐらい今刺されたんですけど、蚊がマジですごいんですよ。これ開けっぱになってるんですよね、駅が開放で無人駅っぽくなってて蚊が入りまくりなんでやばい。お、見切りが鳴ってる。これ、ね、向こうがさっき来たところがこの一番線だったんで、あの普通に向こうの方にあの上り熊本方面行きが来るかと思ったら、これ全部基本的にはこの一番線に列車がやってきて、
で列車交換を行うとき特急列車とか来るときだけ向こうに入るみたい。危ねえ危ねえ、向こうの奥の方で待ってたら列車にスルーされてしまうところでしたけども、ようやく列車が来る。まもなく列車が参ります。そういえば新幹線の駅弁食ってから僕何も食ってないんでめっちゃくちゃ腹って、今日の予算はね6574円余ってるんで、ここから今日の夜とお風呂とそれからご飯代ホテル代を捻出していきたいと思います。ちょっとねいいもん食いたいな。さあやってきました肥後大津行きの列車、ディーゼルカーです。いいっすね。おおガラガラだ。いや JR 九州らしいですね。ほらロングシート片方ロングシート で片方クロスシートみたいな。いいっすね、関東にあんまありませんからね。こうやって虫が多いな。さあというわけで夜の博多に戻ってまいりました。時刻はもうそろそろ23時を回るっていうことで、この肥後よかもん市場ってここでねよく僕駅前にあるんでご飯食べるんですけども、ちょっとねもしかしたらこれやってないかもしれないんですよね。あ待って、でもやってるかもしれない、21時からって書いてありますもんね。ちょっとどうだろう、見てみましょうか。いやー秘宝なんですけれども、市場ももうね23時前なんで閉まっちゃってるんですよね。熊本駅到着した。駅舎めちゃくちゃかっこいいですけども、僕の胃袋が悲鳴を上げてるんですよ。もうこれどうやら熊本のその繁華街がこの熊本駅からだいぶ離れて、あの路面電車に乗ってもっとねあの市街地の奥に入らないとないみたいなので、ちょっとね夜の熊本を歩きつつちょっと繁華街の方に行ってみましょう。そしてこれがですね熊本の市電ですよ。路面電車なんですけれども、いつもね一般的な鉄道を撮影してるとやっぱ路面電車これが駅って考えるとちょっと違和感ありますけども、もう路面電車の運行は時間的に終了してしまったみたいで、これわかりますかね、道路のど真ん中にこんな感じで架線が通されてるんですよ。ちょっとキラキラ光ってますけど、いいな。これ併用軌道っていうんですね。路面電車と道路が併用するのをこれ併用軌道と。え道路のど真ん中にこれ、しかも標準機っていうやつ、多分新幹線と同じ線路幅がこんな感じで使用されています。ここも一応停留所みたいなんですけれども、呉服町、呉服なんちゃらっていう町町名というか地名は全国にめちゃくちゃありますよね。すげえめっちゃ狭い、黄色い線なんかありませんから、ここが停留所ですよ。こんな道路の真ん中がちょっと夜なんで入れたけど、日中だったらここも車通り多いでしょうしね。お銀魂のなんかアニメの中に出てきそうなあれだな、家だな。いやだいぶ歩いてきましたよ。こう熊本駅がここにあるとしたらですね、これ市電で行けばもっと早く着いたんですけど、まあ、やってなかったんでこう歩いてきました。ほらもう店舗の数が違うでしょ。おおおお、なんだちょっとエッチい感じの公園が現れたぞ。新市街、これサンロードってこれがアーケードになってて、ここがね結構24時間居酒屋とかがやってるあの繁華街というか熊本のアーケード街になってるみたいですね。来た、これ熊本馬肉来た。はい、1名なんですね。今から入ります。大丈夫ですよ。わかりました。噛めば噛むほどね甘みが出てくるという、もう熊本来てよかったなと思うこの時点では思ってるわけですけれども、
と怪しい雰囲気、繁華街感が出てきましたね。お通しも含めてですね、居酒屋の料金が2600円ぐらいで、で本日使えるのが大体これ3905円、ここでもうこの金額以内でホテルを収めないといけないんですが、今回は格安で宿泊できるお宿をね、まあ、予約はしてないんですけれども、もう確保してあるんで、そっちに向かいたいと思います。すげえ音すんな、何これ、ないないない、おおおお、バッチバチいってる。本日の宿泊先はこちらです。これがもう圧倒的な安さを誇ってるわけですね。はい、というわけでちょっとシャワー浴びたりなんなりしまして、本日のお宿到着です。じゃーん、これが快活クラブ。え、結構良くないですかこれ。ほら、ホテルの面積をだいたい10分の1ぐらいにして、でそこだけこう寝るスペースにこういう風にしたと、こうフラットになるんでね、あの全然ホテルのベッドと同じような感じで寝ることができます。時刻は0時30分をもう回っておりまして、本日は無事に目的地阿蘇に到着することができまして、で明日はこの熊本からスタートということになります。また明日あのツイッターのアカウント名を見て行き先を決めたいと思います。で肝心の予算なんですけれども、1日8000円でなんとですね、初日から3905円も余して達成することができました。ありがとうございます。まあ、ただここからですね、ここの宿泊費用が多分9時間の滞在でだいたい2500円ぐらいかかるんで、だとしたら1日目は1400円ぐらい余るといった計算になります。また、明日以降ですね、2日目の動画でここの料金等々も、この快活クラブの料金等々も合わせて合算していければと思うんですけれども、ではちょっと今日はね動いたので明日に備えて寝ようと思います。それでは本日のご視聴ありがとうございました。